場所も気づかれてるか。こうなった私の足では早く走れまい。もたもたしている間に召喚を重ねられたら消耗する一方だ。だからあなたは先へ。このまま上に進んでエリディブスを止めてくれ。何、心配はいらないさ。あんたと比べたらまだまだだろうし、長い長い時間もかかったが、俺だって強くなったんだ。覚えてるか、昔最初にこの塔を調査した時、あんたたち冒険者部隊が先鋒で、俺は後発だった。あの時はその役目に納得するしかなかったが、一緒に行けたらよかったと何度思ったか。それが今こうして叶ってる。何も無駄じゃなかったんだ。あんたの名を知るべに歩いてきて本当によかった。エリティブス、その名こそが私のすべてだ。その名だけが私のしるべだ。どうしてと言われても、改まって聞かれると、エリディブスが似たようなことを言っていたから気になった。なんだ、そういうことか。あくまで俺の理由でいいなら、そうだな。眠りにつく前にあんたと約束したからというのはある。自分を起こした人々にそれを望まれたというのも。でもそれは保護にすることもできたはずで、なのにしなかったのは。俺、あんたたちと走り回ってた。あの時間が好きだったんだ。目の前には何千年と秘められてきた真実が待っていて、困難でもそれを一緒に掴もうとしてくれる仲間がいた。しかもみんな笑っちゃうほどすごいやつでさ、それまで読んできたどんな英雄譚より胸が熱くなるんだ。目覚めた後の世界にもこっちの世界にもいろいろな、本当にいろいろな事情があって、何が正しいかと問われれば答えられないこともあった。でもそれでも俺は結局、あの時一緒に過ごしたあんたたちが悲しい結末を迎えてもいいとは思えなかったんだよ。
らしい。隙を作るからあなたは先に行ってくれ。大丈夫、必ず後で駆けつけるさ。その時は切り札であなたの度肝も抜いてみせよう。ありえた未来の記憶か。くだらない。これもまた過去と同じだ。移ろいゆく心の中で変わり薄れ消えていくだけ。私の中にも、あるいはこんなものがあったのだろうか。君に初めて姿を見せたのは、砂の家とかいう君たちの拠点でだったか。闇によった第七霊祭の影響が色濃かったあの頃、急激に活性化したエオルゼアの地には、ともすれば再び闇を激化しかねない問題ばかりが転がっていた。故に調停者たる私は君に近づいた。あの時はいい駒になることを期待していたのだ。その私の見込みの甘さがラハブレアを、エメトセルクを失わせた。私はもはや最後のオリジナルだ。所詮は成り損ないである天聖組だけでは、真なる人の悲願は達成できないだろう。故に私は負けられない。ここでお前を倒す。ゾディアークを復活させ、その召喚に捧げられた命を地上に呼び戻すのだ。これから何千何万年かかろうとも、14人委員会が調停者エリディブスが成し遂げてみせる。それが何だというんだ。一人であろうが計画を成し遂げられさえすれば構わない。
私はエリディブス。人と星とが正しく住むための気候。そうあると約束。約束を。誰に。何を誓った。何と言われたのだ。私は。この程度の痛みがどうした。お前たちなり損ないの英雄たちが物語ってきたじゃないか。世界を救うのには苦しみも悲しみも伴うのだと。あらゆるものを失い、時に命までかけなければならなかった。それでも役目を背負い続けることの、最後まであがくことの何が悪い。ああそうだな、確かに俺たちはいろんなものを失った。だが自分にとって大切なものを忘れたりはしなかった。それでこそ進んだんだ。だからいや、まだ終わりになどするものか。答えよ、あまねく世界の英雄たち。運命に憤り、救いのために武器を取りし者たちよ。我が行く道の先に待つは悲しみなき世界。さあ祈り願え、我らが全てを救わんと。お前が終わりをもたらさんとするなら、私はそれに抗おう。惨めにも無様にもなお戦い続けんとしたなり損ないの英雄たち、ウォーリアー・オブ・ライトの名をもって勝負だ。闇なる名で呼ばれし者よ。知恵の術式、しかもハイデリンの気配がない。お前は一体。いや、いかなるものであれ打ち果たしてみせよう。私の全てが擦り切れたとて、この剣は収めるものか。
が役目、救うべき世界のためにお前を撃つ。最後の戦いだ。君がなぜ？さあ集え、光の戦士たちよ。窮すれど敗せず、我こそが第一の救い。最初の英雄にして最後の反逆者。
全てに変えてこの手に勝利を。お前を倒し私は進む。くらえ。こちらもまた英雄か。だが願いは力とならん。
ではない。諦めるものか、我らの約束を。見くびるな、私は不滅なるもの、まだ戦える。捕らえたぞ。お前も私の未来の記憶ばかり気にしていたのだろう。だが忘れるな、この塔は過去から届いた希望だ。アラクの時代、こいつは天より注ぐ力を受けるために作られた。言うなれば特大の白星石だ。我が民の心、そして英雄たちの心を利用してお前が得た力、その魂ごとまとめていただくぞ。これは…ああ、そうだ。ゾディアークになればみんなを救えると思って。けれど、なった後にも仲間たちの嘆きが聞こえたんだ。世界の行く末についてたくさんの意見が出た。そんなことは珍しいから委員会のみんなが悩んでいた。だったらエリディブスが手助けしに行かないと。
そう思ってゾディアークからこぼれ落ちたんだ。そう、私は好きだったんだ、彼らのことが。役目をやり遂げたらもう一度見られると思っていたんだよ、彼らの幸せそうな笑顔。私が最後に残ったって仕方ないじゃないか。すまない、ちょっと張り切りすぎた。この前推奨校としてやるべきことを果たしたら、話したいことがあるって言っただろう。一霊祭の要因を退け、呼んでしまったみんなを返す方法を見つけ出し、クリスタリウムの民もこれでもうどんな夢でも見られる。だから笑い飛ばしてもいいから聞いてほしい。あんたと旅がしたい。次の冒険にはきっと俺を連れてってくれ。ありがとう。記憶と魂はあなたと共に彼方へ。されどこの身はこの場所に。胸を張って立ち続けよう。私をこうと呼んでくれた民とこの世界に希望は明日へ継がれていくのだと。物語続けるために。
事実、そこに水晶光が立ち続けているからなのでしょう。皆さんは急に元の世界に返されることもなく、予定通りの方法で帰還を試みることになりました。闇の戦士と呼ばれたかの人も、二つの世界を渡ることができるまま、クリスタルタワーはこの世界と彼女をつなぐ永遠の道しるべとなったのでした。Thank you.
リア夫人、どうか落ち着いて。いや、いやよ。アルフィノちゃんと永遠にお別れなんて。そんなの、そんなの。ああ、お前か。これは、まあ、見ての通りなのだが、アルフィノから事情を聞かされてな。それからずっとこの調子なのだ。私ももう何と慰めればいいやら。本当に身に余る光栄だよ。となれば私もきちんと思いを尽くさなければならないね。ドゥリア夫人、どうか聞いてください。実は私はかつて救済の理想を追い求めて大掛かりな組織を作り、手痛い失敗をしたことがあるのです。いえ、失敗などという言葉では生ぬるい。それで命を落とした仲間さえいましたから、間違いなく私の罪でありましょう。一方的に理想を成し遂げようとするバウスリーのことも、その頃の自分とどこか重ねて見ていたのかもしれません。だからこそ私はこの町の皆が再起したことが嬉しかった。それは自分の罪が注がれるからではない。人は何度でも新たな理想を見つけ歩き出せるということに勇気をもらったのです。この胸に灯してもらった火を大切にして、私もまた歩んでいきたいと思います。ああ、私たちもきっとユールモアを素晴らしい都市にしてみせよう。お前はまたこっちに来られるんだろ？そしたらいいニュースがあった時には手紙にでもしたためて託すさ。まあ場合によっては良くないニュースかもしれないが、そんな時は相談に乗ってやってくれ。もちろん喜んで。お役に立てる日を楽しみに待ちましょう。頑張るあなたをずっとずっと応援しているわ。だけど無理はしないでね。あなたが平穏と喜びで満たされますように。そう祈り続ける人がいるってことをどうか忘れないで。愛しているわ、私たちの勇敢で優しい画家さん。はい、お二人もいつまでもお元気で。
これはもしやアルバートのクリスタルかい？やっぱりそうか。様子は変わってしまっているようだけど、一体どうして今になって？彼の体がそんなことになっていたなんて。でもそれも君が眠らせてくれた。彼らの名誉を傷つけることなく。ありがとう。本当にこのクリスタルは彼の思い出としてここで静かに守っていくよ。おやすみなさい、アルバート。今度こそ安らかに。君の魂を？この気配、そんな。なんてことだ。セト、お前本当にでかくなったな。ああ、アルバート、会いたかった。ずっと会いたかったんだよ。悩む君を慰められなくてすまなかった。君をかばうことができなくてすまなかった。もっと早くに言葉を得られたら、私がどれほど君を好きか、君に幸せであってほしかったか、ちゃんと伝えられたのに。バカ、ちゃんと分かってたさ。ありがとな、俺の自慢の相棒。そうか、彼はまだそこで旅を続けているんだね。お休みというにはまだ早い。どうか遠く遠くまで
連れて行ってあげておくれ。明日は私も久々に思い切り飛んでみようかな。あの頃みたいに遥か高くまで風に乗って。マトウヤの姉さん、姉さん、オイラこれからもずっと姉さんといたいんだ。いなくなるなんて寂しいこと言わないで、どうか頼むよ。ルナル、あなた。なんて。ごめんよ。困らせるって分かってても言っておきたかったんだ。姉さん、夜の民に力を貸してくれてありがとう。オイラたちが立ち直れたのは姉さんの聡明さと強さと優しさのおかげだ。魔女マトウヤのことはいつまでも忘れないよ。だからどうか向こうでも元気でね。あなたたちこそ。夜の民の祈りは先人たちの積み重ねた英知だわ。生活が変われば祈りも変わるでしょうけれど、大事になさい。それから一人一人が知ろうとし考えていくことも忘れてはダメよ。困難を乗り越える力はそこから生まれるのだから。わかった、肝に銘じておくよ。いつかこの魂があの美しい天の暗き海に帰るまでみんなで精一杯生きていこうと思う。ええ、だけどみんなの力と知恵を集めても解決しがたい難題にぶつかることがあるかもしれないわ。そんな時は。どうすればいいんだい？そんな時はきっと私を呼びなさい。私は魔女マトウヤよ。世界を飛び越える術くらいそのうち見つけ出してみせるわ。こっちにもまだ解き明かしたい真実があることだしね。あ、姉さん。ちょっと、もう。で全員ね。おかげさまでそれぞれ挨拶は済ませられたわ。今ベイクラグ殿が我々のソウルサイフォンを確認してくださっています。マグを持ち帰ることになるあなたも含め帰還の準備ができ次第
塔の中に来てほしいとのことです。あの、皆さん、今まで本当に本当にお世話になりました。光の氾濫からノルブラントを守ってくれたミンフィリア、人々に希望を示し続けてくれた水晶光、それに闇の戦士となってくださった皆さん、その誰が欠けても今のこの世界はありませんでした。私たちの感謝はとても言葉では言い尽くせません。これからもまだまだ大変なことはあるだろうけど、私その度に皆さんとの冒険を思い出します。嬉しかったこと、驚いたこと、苦労したこと、全部全部、そしたらどんな困難だってきっと乗り越えられます。私、光の巫女ミーフィリアでよかった、ビーンでよかった。これからもこの名前と思い出を連れて世界中の皆さんと一緒に明日に向かって歩きます。サンクレッド、私たちからの返事はお任せしても。わかってるさ、お前がどれだけたくさん成長してきたかも、ちゃんと大丈夫だってことも。どこの空の下にいてもお前の幸せを願ってる。私たちからもよろしいでしょうか。みんな来てくれたのか。あなた方にはどれだけ感謝しても足りないくらいなのです。せめて見送りくらいはさせてください。皆さんのこれまでの戦いに心から敬意を表します。あなた方が命がけで抗ってくれたからこそ、私たちは夜の闇を、その美しさを知ることができました。そして何より、戦いばかりではありましたが、新たな仲間が増えたようで楽しい日々でもありました。
寂しくなりますが、前に進まんとする者は応援するのがクリスタリウムの町というものです。だから今はただあなた方の無事を願って、私たちも感謝を胸にそれぞれの道で頑張りたいと思います。そんなに肩肘張らなくったって、この町については何も心配してないわよ。ああ、強い町だからね。それに、彼方から届いた希望がいつまでもこうして照らしてくれているのだから。水晶光がどこから来た何者だったのか、ついに本人から聞くことはできませんでしたが、現状こそが何よりも雄弁な答えでしょう。光の身に起きたことについては報告をいただいております。今どういった状態なのかも。大丈夫です、きっと全部うまくいきます。この町の皆が、クリスタリウムで生まれ育った全ての民がそれを祈っているのですから。だから光が目覚め、もし私たちのことを覚えていたら、どうか伝えてはいただけないでしょうか。こちらの心配はいりませんと。今度こそ下手な隠し事なんてせず、思う存分命を謳歌してください。あなたがいつも私たちにさせてくれたように。いつかあなたがこちらでのことを思い出してふと笑うような夜があれば、私たちもきっと同じように笑っていますと。お願いできますか。ございます。おじいちゃんのこと、私たちの子のこと、頼みますね。預かるものも預かったことだし、そろそろ行きましょうか。では、先ほど教えた通りに進めてくれ。まずは記憶からだ。
ですね。なら次はいよいよ魂よね。アンジェロ、頼んだわよ。魂が込められておる。さあ、これは今よりお主のものだ。回収して落とさんようにしっかりしまってくれ。大丈夫ですよね。そうだな。世界を超えるという点においてはわしも素人同然だ。故に魂を持ち帰るという点について述べるとすれば、それもまた確かなことは言えん。わしも過去の名だたる魔導士たちも魂のすべてを解明してはおらんのでな。いかに準備をしようとも事故は起きうるし、奇跡も起きる。だから祈るのだ。己の手が届かん領域をせめて思いが埋めるようにな。はい、私も精一杯祈りたいと思います。うむ、全部きちんと持ったようだな。ではそこの鏡の巻からお主の世界に帰るがいい。起動されたままになっておったから、間違いなくお主を送り届けてくれよう。
私。戻ってきたんだな。ありがとう。まだ感覚がおぼろげだけれど、おかげさまで無事みたいだわ。ただとにかく体が重たくって、すぐには動けそうもないから、あとは任せていいかしら。彼の血を用いたマグがあれば、固く閉ざされた扉もおのずと開かれましょう。では君特製のお茶を入れてくれるかな。一人分多めにお願いするよ。長く長く続く道、あなたはそこを旅し続けている。一つ一つの冒険は歩みを進めるほどに過去になっていくだろう。そこで出会った人々の声を顔を思い出せなくなる日が来たとして、そんな時にはこれだけ思い出してほしい。どんなに遠くなろうとも、すべての冒険は今日のあなたに続いている。どれほどの苦難と耐え難い苦しみが襲ってこようとも、いつか覚えた喜びが、流した涙が、受けた祈りが、決してあなたを一人にはしないだろう。この記憶の最後に、私はそう願っている。どうしたんだいアリゼ、もしかして
まだ具合が優れないとか。体はもうバッチリ元気よ。クルルが面倒を見ててくれたおかげでさほど鈍ってもいなかったしね。というかアルフィノはあれを見ても何も思わないわけ？服もぴったりだったけれど、武器も素晴らしい出来ね。ふっふっふ。皆さんのあちらでの装備について、時々夢に現れる妖精さんに詳しく教えていただいた甲斐がありました。ただ、武器は私だけじゃ再現できなくて、実は各国名士の皆さんが協力してくださったのです。すぐに駆けつけられずとも皆の帰還を心から嬉しく思うとの伝言もお預かりしております。随分と大ごとにされたものだが、せっかくの一品だ。ありがたく頂戴すると伝えておいてくれ。そりゃあ私とアルヒナは戦い方も変わってないし、この服だって気に入ってるわよ。でもこう成長したって感じがないじゃない。まあいいじゃないか。特に今回は私たちよりも先に装備を新調すべき御人が他にもいたのだから。これだけ魔力を使うとさすがにお腹がペコペコよ。タタルさん、私にもお茶と、あと何か甘いもの。あの様子ですと、結界の方は無事に張り終えたのでしょうか。ああ、クルルにベイクラグ殿の代わりをしてもらって、どうにかこうにかあの時の結界を再現できた。多少強度は落ちてるが、並大抵のやつじゃ塔に近づけないし、もし侵入されても俺が察知できるはずだ。大変素晴らしい。これであなたはどこへでも行けるというわけですね。していかがですか、先日の提案へのご回答は。それはもちろんいいのであれば。今日から暁の決明に加えてもらうグラハティアだ。こっちでもよろしくな。もう
遥か昔になった子供の頃、歌に本に歌われる英雄が好きだった。それは遥か届かぬ星のようで、何度真似をしてみても本物になれることはなく。大変だ！すぐそこでヒッポグリフの大群が暴れ回ってるんだ！誰か力を貸してくれ！肩慣らしにはちょうど良さそうね。あ、ちょ、アリゼ！まったく。私もこのお茶をいただいたら出ようかしら。おお、恐ろしい。あたり一面焼け野原ですか。しかしある日、思いもよらず目の前でまた焚いたのだ。そして始まるは新たな冒険。週末の記憶か。なるほど、そうと分かれば見飽きた夢にも見どころがある。おやおやおや、手始めに城を制圧してくださいとは言いましたが、簡単すぎて居眠りとは。結構、実に結構です。こちらの準備もおかげさまで順調ですよ。いやいや、本当に怖いくらい順風満帆ですね。何ってまず、ちょうどいい死体が手に入ったのが幸いでした。俺の死を証明していた民衆派はもはや壊滅状態。実は生きてましたなんて言い訳がいくらでも通る。加えてほら、ブルトゥス家といえばなかなかの富豪のようじゃないですか。いいですよね。あか、うん、人を動かすのにこれ以上なく手っ取り早い手段でしょ。実際計画の進行に大いに役立ってますよ。おや、いけない。あなたと俺は知り合いでしたっけ。
どうか気を悪くなさいませんように、殿下。覚えはないが。ああ、なんと哀れなことか。俺の記憶にある墓場は永遠に報われぬものだったと。まあそういうこともありましょう。お気になさらないでください。俺はあくまでただの器。殿下と組むのはこの私、ファダニエルなのですか。さてさてさて、城の制圧が終わったからには次に進みませんとね。しかし、はて、これほど勝手に暴れてもお咎めに来ないとは。エリディブスったら消されちゃいました。ついにオリジナルもこれで全滅。いや結構、髪の生えた使命やら記憶やらをもう押し付けられない。それよりも楽しく今を生きるといたしましょう。ねえ、殿下、そろそろあなた好みの狩り場を作るといたしましょうか。そこで待ち受けるのは最低の。故にこそ最悪な飢え切った獣だ。好きにするがいい。さて、そろそろ戻っていいような友よ。冒険の土産話は、その噂で、戦いで、たっぷりと聞かせてもらうとしよう。しかれば、まずは舞台の準備だ。お前と再び、最高の一戦に興じるためならば、世界一つ踏み鳴らしてくれようぞ。獣は恐るべき終末をもたらす。英雄が足を踏み入れるのは、星と命をめぐる物語の最終章だ。